皆さん、こんにちは。これ今回はね、ちょっととある商品をね、これね、紹介したいと思います。商品っていうのはね、これこちら。ここやるのかな？これね、わかんないんですけど、これわかりますかね？これ。これね、これ特急あっさ。これね、JR 東日本で、これね、JR 東日本在来線特急のね、これね、顔と言ってもね、過言じゃないってね、正直私は思ってるんですけどね。これね、その特急あっさのね、これバームクーヘンなんですね。これね、今年でね、特急あっさっていうのはね、これね、55周年だったかな？俺ね、これ迎えたってことで、ね、これね、八王子駅、これ限定なのかな？ちょ、他の駅でも売ってるのかわかんないんですけどね。八王子駅で買ったんですかね。これ、これね、型抜きバームクーヘンってね、こんなんが、ね、売られてるんですね。で、これ期間限定で、ね、売られてるってことなんですね。今回はね、これを、ね、実際に食べて、ね、どんな感じかっていうのをね、ご紹介したいと思います。で、これまずね、この箱をね、お見せしようと思うんですね。これこんな感じ。読みたい方はね、これ動画を止めて、これね、読んでいただけたらなと思うんですけどね。これね、こんな感じでね、いろいろ書いてるんですね。こんな感じで、あとは見せると思うんですけどね。これね、パッケージはね、こういうあずさでね、現在あずさとして使われてね、E353 系がね、書かれてるんですね。でね、早速開封していきたいと思います。で、これね、こんな感じにね、なっていて、出したんですけどね、これこんな感じになってるんですね。でもこれ、バームクーヘンなんか、これはもちろんそうなんですけどね。これね、これ中をね、こう切り抜けるようにね、なってるみたいです。これこんな感じ。ね、これ早速ね、開けていきたいと思います。最後ちょっと強引にやったんですけどね。これなんとか一応開きました。今これね、こんな感じに、ね、特急アンサーが書かれたね、バームクーヘンなんですね。いや、これね、すごい。でもこれなかなかね、これちゃんとね、食べるところにもね、こう E353 系がね、これね、ラッピングっていうかね、なんていうんですかね、こう書かれています。でね、これ早速ね、こう切り抜いて食べていこうと思うんですけどね。これはどうやるんだ？でもこれ型がついてるから、ここで切り抜くってことなんですかね。じゃあね、これ早速ね、やっていきたいと思います。これは、なるほど。なるほど、なるほど。今、こんな感じに、ね、切り抜けました。これね、こんな感じに型とね、こうあるわけです。ではね、これ早速ね、食べていきたいと思います。すごい美味しいですね。汚いと思うんですけどね。こんな感じで普通にね、絵が描いてるところも食べれるんですね。ではね、これはね、切り抜いて、この E353 系が切り抜かれた部分っていうのもね、これ食べていきたいと思います。じゃあ、これちぎって食べるか。これ味は変わんないですね。そして、チョコの部分はね、これ、外れるんですね。こういうね、スポンジの部分とね、これ外れるみたいです。おいしい。これね、結構さっき見てたんですけど、これちっちゃかったじゃないですか。で、これだけでね、これ590円も、94円かな？もしたんですよ。これ結構ね、いい値段するんですよね。その分、美味しいわ。そして、これ今回はね、これね、特急アーサーのね、これバームクーヘンをね、食べてたんですけどね、これ本当に、これすごく美味しかった。これね、さっきも言ったみたいにね、これ一つ、これね、そんな、これ箱見てもね、そんな大きくないのかわかると思うんですけど、これ一つでね、594円かな？もうね、こうするんですよ。で、これだけ見たらね、こう高いように、感じられるかもしれませんしね。これ実際高いと思うんですけどね。でもね、これね、味もすごい美味しいしね。これね、型抜きっていうね、ちょっと面白いね。遊びと言っちゃあれですかね。そういうのもできるんでね。これ、本当ね、結構おすすめですよ。これね、他の駅とかで売ってるんだったら知らないんですけどね。八王子駅でね、これね、今年、こう2021年の12月24日までね、これ売ってるらしいんでね。これね、
で、この八王子駅、緑の窓口の前でね、売ってるんでね、まあ皆さんもね、まあぜひね、まあね、もう良ければね、こう買ってみてください。まあではね、この動画はここまでしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんなにします。ではね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。